岡山新幹線運転所は、かつて、岡山県岡山市北、長瀬本町にあった西日本旅客鉄道福岡市社、博多総合車両所管轄の山陽新幹線の車両基地である。現在は、博多総合車両所岡山市所になっている。西門電流線1972年3月の山陽新幹線新大阪駅岡山駅間の開業に合わせて新設された。 電流線4線、しわざ検査線1線の設備を整えていたが、岡山開業時にはすでに、岡山駅博多駅間の建設も始まっていたので、当時の岡山機のすべての車両を収容できるほどの容量はなく、一部は大阪方面へ折り返して対応していた。1973年2月に、電流線2線、しわざ検査線1線、7月に、電流線5線を増強した。 2006年に博多総合車両所と組織統合され、名称が博多総合車両所岡山支所に変更された。設備は全17線。現在、車両の配置はなく、主な業務は新幹線車両の仕業検査、臨時検査などである。国鉄時代に大阪第一運転所の支所だった経緯から、 民営化後に増設した部分を除いて土地が東海旅客鉄道からの借地となっている。岡山新幹線祭りとして一般公開が行われていたが、2005年4月25日に発生した JR 福知山線脱線事故の影響で、その後の一般公開は中止されていた。しかし、2010年11月7日に山陽新幹線触れ合いとして復活した。 ありがとうございます。